僕もコントローラーまあまあ好きなんで、はい、こういうのはなるほど、これは本当にもうコントロールって感じですよね、がっつりやるコントロールで、4枚入ってる竹村軍略がすごいおしゃれですね、おしゃれポイントっていうか、はい、すごいよくできてるって感じします。なるほど。反対に例えばその今のフロンティアでの強いドローっていうと、ディグするタイム以外には4枚の天才の片鱗がなってしまうんですが、それをも使わないで巧みな軍略とで墓地を増やして順行まで取ってひたすら探査スプレーでカードを引くっていうところで振り切ってるんで、すごい綺麗な構成だなって、ね、思いました。さあいよいよフロンティア市に挑戦者決定戦準決勝がスタートとなります。さあお互い土地をセットする展開ですね。松田さん、そうすごいですよね、モダンシーンでありつつなんかフロンティアシーンになりそうな雰囲気があってちょっと怖いんですよね。いやいやいやまだね初の防衛戦が待っているということで、松田さんさっき試合を後ろで見ていたんですけども、そのこうすごいこう手際っていうんですかね、その手さばきしばしばしばっとしていて、なんか凄まじいプレッシャーを感じましたね。なんかすごいところでプレッシャーを感じてますけどなるほど。デザーニさん結構ね気をされてる感じがあって見ててすごいなと思ってました。コントロールしてる側ってもあると思うんですけどね、やっぱりカウンターとかで相手をコントロールできる立場にいるんで、もうその上でこうバンバンやられちゃうとクッっていうね、そういう風になっちゃいますね。ハスがコプターが打ち消されて、検閲で、はい、もう一コプター。さあここで、あ、本から大同士。このカードはね、対コントロールにはあんまり強くないんですよね。さあここには致命的な人しか飛んでくる。はい。ほどほどに墓地を肥やしているんで、ここでフィッチが起きると、あ、でもフィッチないし、あ。リアナ、ここで最後の望みリアナ、盤面をコントロールして出てくるリアナはもう非常に辛いですね。硬いですよね、はい、本体火力もライトニングストライクと、ジェスカイチャーム入ってないですかね、入ってないか、ストライクしかないので、もうリアナはもうほぼほぼ倒せなさそうな雰囲気が出てますね。結構その構成を見る限りだとメインボードはアタルガレットですね、ああいったハイデッキをすごい意識している感じに見受けられたので、逆にこういったクリーチャーがほぼ入っていないようなデッキ相手にはかなりその無駄カードが多くなってしまう、都合上結構厳しい展開になってしまいそうですね。これはもうディグスルータイミングを打ててしまう、まさに先ほど松本さんがおっしゃっている巧みな軍略からディグスルータイムを引き入れると、そうですね。これ途中、あ、さあここで土地を越えた探索、土地が起きる前にですね、持ってくる前に相手とデッキが分からない以上カウンターされる前に打とうっていう形ですよね。さあここでこの機械巨人と1枚加えましたね。ここはライトニングストライクとかあればもう打っていく、まあ持ってないかな。お、カマキリ、これはでもいいカマキリですね、さあカマキリの立定をキャストして即アタックと、ライフもいっぱいある以上本体狙いも難しいですからね、手札には反射魔同士かな、反射魔同士、情熱の衝動を巡行ですかね、巡行がありますね、あ、でも構えられてしまって、三上さんから見ればもう除去もカウンターも全部構えてそうに見えちゃいますからね、そうですね、ディグするタイムを打っている以上何でもまあ実際あるでしょうけども、あるようにしか見えないんで、何も動けないような感じしますね。ここでフェッチを切って致命的な人押し、1マナで打って構えも継続しているから巡行を打ちたいけど打ちづらい、どうしようっていう状況ですね。改革派の結集者もそうだったんですが、このフェッチランドがあるということでこの紛争カード一見強力ですよね、そうですね。さあここで宝船巡行、ここには不許可、モノタイムで打ってきました。本質の産卵かな。ああ、そうですね。これはリムーブするコース、コクの粉砕ですね。コクの粉砕、失礼しました。で青巨人構え、あ、もうすっぺりしてきましたね。で青巨人からの時を超えて探索、はい、フロンティアムーブですね。そうですね。今回の大同士が実質戦力になっていない以上、もう何も気にしない、気にすることなく打ててますね。これは逆角を引けるとちょっとこういい感じになるんですけどね、うん、一応バイバックで青巨人倒しつつ、うん、まあ逆角が戻ってきて、なのでリアルで回収されちゃうけどみたいな、あ、難しいか、それでも厳しいな、うん、なかなか辛いな。セレビアの検査官をキャスト、そして続いて、うん、即手がかりを検査下げますが、検査官でもこの検査官いっぱいあるっていうのは、うん、状況としては悪くないですね、うん、この複数体を倒す手段は、あ、さあここで漂うしシルムガル、これはここでアドボーとかプロトレクアドボーってありますかね、アドバンテージ系、なんか棒がバーか、うん、よくそのプロツアーの回数ため出るんですけど、もし今あれがあったらもう振り切ってるぐらいには、なるほどもうがっちりと、はい、ジェスカイチャームとか入っていると一応そのチャンプを繰り返して本体から切れるっていうプランもあるんですが、うん、ライトニングストライクしかないデッキだとこれをまくるのはなんか難しいですね、うん、さあしかもリアルの能力と相まって、うん、タクネス2でも除去されてしまうという、そうですね、強烈ですねでクロックも意外ともう早いですからね、うん、8点8点で死んでしまうんで、うん、もうそのこれチャンプブロックするか、あと頑張って除去するかとかしなくちゃいけないんですが、除去をしたら当然リレー内に帰ってきてしまうんで、うん、何をしてももう辛いというですね。はい、ここで策迫でお巨人除去と、はい、これシルムガルがない状況だったら非常にまだチャンスにつながるんですけども、シルムガルがある状況だともうリリアナを落としにいけないっていうのがあるので、なかなか、はい、ここで合わせ技で今回の大同士を除去と、除去されてしまい回収はせずハンドで持っている感じですよね。アンクジもう一枚、そうですね、構えていて、殴ってきて、はい、さあここで本流の機械巨人さらに除去でブロック前に策迫で倒して1点ダメージ、うん、もう1体同士ですね。しかしこの台同士もプラスとで死んでしまう、はい、さあもうシルムガルがものすごい存在感ですねそうですね、メインボードに関してはシルムガルを引かれなければというぐらい習ったので、引かれてしまうともうなかなか打つ手はないですかね。まあここからもし勝つとしたら、まあ巡航とかで、さあここで反射魔同士、ああ3点ゲイン、なるほど、これぞコントロールという感じですね。もうすべてを対処されてしまっているという、はい、そうですね。青巨人を回収でカウンターも墓地にあるので、あとは特にもう何もせず、うん、ひたすらシルムガルで殴っていれば、まあ、はい、すごいなんかもうすべてがシナジーしているという感じの松田さんの出来ですが、はい、多少こうなってしまうと苦しいかとところですが、そうですね、ここはもう2枚出して、出しはなまらないか、シルムガル強いなそうですね、無視の霊魂が三上選手手札にあるんですが、シルムガルのおかげでほぼ意味をなしていないという、そうですね、プラスで検査官があれ、これ死にますね一応、うん、まあでも多分、はい、投了と、はいですね。まあでもここはメインボードはもうしょうがない部分がありますね。どうしてもその構成上コントロールに弱い構成をしているというか、ビルダーに強い構成を取っている以上、まあ当たってしまったらメインボード負けるのはもう多分三上さん的にもまあある程度そうだろうっていう感じで思っているとは思うので、本番はサイドボードからですね。特にこの見えざるものの熟達が2枚入っていますので、うん、それを置いてさえしまえばもうゲームはもらったような感じですね。なるほど。マシンのキマイル、ちなみに、はい、パワー最高何までいったことがありますか？全然いってないですよ、ね、全然いってないあんまりいかなかった。7とか、まあ、6とか7ぐらいが正常だと思うんですけど、ね、まあ、7いけばね、はい、全然、はい、まあ、そうですね、まあ、結構できがっつりやってるわけでもないので、うん、意外とすぐ、はい、すぐ死んじゃうしとかねさあ、というわけで準決勝2本目がスタートになります、はいはい、手札には2つがあるかな、ありそうですね。なんか白いカードが、動きがシュッとしてるから、なんかこれ動きがシュッとしてるから、うん、そこら辺の判断もあるんですねそうですね、なんかこういいカード引いてる時はシュッてすることが多いので、あ、でも持ってないか、はい、あ、カナダへどうしよう、追加、はい、まあ、普通に1、2とアクション動きはいいので、はい、今のスリープの検査官って対コントロールでは非常に強力なクリーチャーなんですよね、うんうんうん。これが例えばそのスタンダードでは機体デッキがこのカードをサイドボード後にいっぱい引くかどうかですごい勝率が変わるんですよね。そのぐらいにはサイドボード後強いカードになることが多いカードなので、1点これは土地がもしかして、あ、引いてるけどカマキリは出せない。お、検査官強い。2枚目、この検査官の動きがね最高に強いんですよね。なるほど。ここに除去を打つしかなくなってしまうんですけども、うん、除去を打てば当然不利になっていくので、このアドバンテージが、うん、で、これは霊気体をプレイしていきますが、手札にはライトニングストライクが、さあここで霊気体、あ、逆を打ってきましたね。これも本体を常に意識している感じですね、うん、実際この、検査官ビート、もう4点ぐらい持ってきそうなんで、相当ライフは実は意外とも詰まってます、ね、なるほど。で、またの手札も結構厳しいですね、うん、まあ、軍略でいいものが引ければ、さあ青巨人と土地、そしてネバーリターン分割カードですね、うん、ネバーリターン、はい、巨人も強いですが、まあ、ここはでも検査官に除去を出ざるを得なくなっている感じですかね。ここで一気に手がかりを検出下げて手札補充と、はい、どう進めていきますね。反射魔同士、さあ青マナがちょっとトラブっていますかね、三上選手。あ、でも呪文ドラ、あ、青マナないのか、なさそうな感じですね。そうですね、例えば呪文トライで一気にテンポを取れる状況なんですが、はい、ネバーリターンでゾンビを出してタイに来ましたね。なるほど。この呪文ドライがあればよかったんですが、ちょっとこれは厳しいけど、まあ、でもカマキリ一番欲しくないそうですね、青マナがないんだと今は。手札はライトニングストライク2枚がプレイできるカードで、他はもう全部島がないとっていう状況ですね。うん、これはそうですね、遠くに打っていくしかないですよね、うん、で殴って、ここはもうでもここに打ってくるということは反応が強くないということなので、うん、まあプッシュを打ってもいいしみたいな感じですね、うん、はい。この基本土地タイプを持った2色土地が出たことによって、またマナベースがかなり強化された、感じもありますね。そうですね。はい。さらに戦乱でなんかM10ランドが出るって噂があるので、もし出ればさらにマナベースは強固になりますね。お、青マナ引きましたね。相手の墓地にもカウンターがないので、カマキリはもしかして通る。そうですね。で、これ青ハルクで処理はできないので、一応これで1点分さらに稼げて、なので少しだけプラスにはなりました、ね、この一旦結構大きいですね。本体火力がもう多くはないので、やはりここは熟達を引きたいところですね。あ、出してきましたね。もうメインで除去って、はい。ただこれはそんなに悪くもないですかね。これは反射魔同士。お、コプター。はい。まあ呪文ドライを持っててエンドに出してって感じになりそうですね。先が巨人がアタックしてライフは14。はい。13になって出しては出しそうだけどな、ただまあ足悩みす、はい、出してきましたね。まあ、ここには、まあ、多分すぐに除去を打たざるを得ない。あ、でもいい除去引いてますね。3点ゲイン。なるほど、これは強い。ただ浅井さんの手札がもう今除去1枚しかないので、ここで策薄でも、まあ、結構何引いても強いですね。あ、しかしここは土地、難しいですね。反射魔同士はさすがに出していくのかというところですが、出すしかないんですが、これ戻しちゃうんですよね。そして1枚の除去でやられてしまうので、なるほど、ちょっと困った感じ。困りましたね。ディグスルータイムはしかし、打ちましたっけ、ディグスルータイム、このゲーム。このゲームでは打っていないですね。では、まだ、青巨人は、まだの除去でしかないっていう意味では、まだ、まあ、はい。さあ、ここで3点を使いまして、ライフを回復。巡航だと熱いんですけどね。コプター、ちょっと噛み合わないですね。で、7。浅田さんプレイ早いですね。ライトニングストライク2枚。あ、でもこれは青巨人倒せるので悪くはないですかね。打っていくしかないですが、一応本当はこれ自分のターンだけ打ったらよかったですね。まあでもこれ倒したのは大きいですね。その反動が土地しかないので、これは一応三上さんがかなり見やすくなったが、しかしさあもうトップデッキ対決と、これ以上フェッチ置いてもよかった気しますね。一応ここで島先に切っておくと、わずかな圧縮の効果に加えて、どうせこの青物を読むためにはダメージ食らう必要があるので、多分絶対島切るんですよ、持ってくるんですよね。だったらまあ一旦早く切った方がいいなっていう、そういうあれで、はい、これででも反射魔同士でコプターが動いて、除去がなければルーティング、これがもう大きいですね。ああ、でも青巨人が率先して2にありますね。これはすごい、ね、引いてきちゃったか青巨人。これはスカモダンシンって感じですね。これはすごい。残1。さあなんとかしたい三上選手ですが、あ、ここで策薄引いてますね。素晴らしい。これでちょっと2点、まあ、いいトップデッキ合戦ですね。そしてライフを詰める手段は松田さんの方が少ないので、巧みな軍略。ディグスルータイムをノータイムで、ディグスルータイムやっぱデッキはもうね、だいぶ薄くなってきましたからね。そうですね、これはディグからディグがつながるパターンですね。なるほど。さあ松本選手の一人、ディグとカリタスが、これはでも難しいですね。めちゃくちゃ7枚強いので、多分巡行もありますね。巡行、ディグ、カリタスとどれを加えようかと。青巨人もいますね。全部のせですね、これは。松本選手であれば、ここはそう、僕らと青巨人とどうしようかな、もう一枚、カリダス、ですね。青巨人は確定してそうですけど、もう一枚はちょっと悩みそうですね。なるほど。でもカリダスが一番いいですね。ライフが相手1で、そこを詰めるのが勝てる。カマキリですが、ここには本数的出。はい。さあというわけでフロンティア新挑戦者決定戦準決勝は松田幸生選手の勝利となりました。おめでとうございます。いや素晴らしい。いやいかがでしたか。いやこれすごいですね。なるほど、ノリノリって感じの青木巨人2枚目がもうすごいタイミングでスパーンと引いてきたんで、これは流れを持ってる感じしますね。